ここ刺繍ポケットっていいんだけど、この刺繍ポケットに口の中で細菌がいて正常なんだけど悪玉菌がいるんですよ。それがどんどん増えてって歯周病を起こして、人間もそうなんですよ。でこの悪玉菌の性格が空気嫌いなんです。空気が嫌いな細菌のことを嫌気性菌って言うんですけどね。でこの嫌気性菌を見終わらせるお薬で、いちご風味で割と慣れれば結構な子が好きですけど、でこのであと、まあ、今なデンタルケアも外側だけでいいですか、内側はやることがなくていいから、まずは外側だけ撫でるように、前歯と奥歯も前臼歯と後臼歯があるから、まあ、とりあえず前歯と前臼歯やれたら後臼歯もね、本当に撫でるようにやってあげてください。あ、これを退治するのがインターデビュー。ただ腹取り上位のはい、これも出しますね。じゃあインタビューと歯磨きと歯ブラシと 5cc の注射器、それからあと注射器はもともと全部さ使い捨ての注射器です。だけど食べさせるやつだから、別に普通に水は石鹸は使わない方がいいんだけど、水洗いして、で流動パラフィンで出てしまってね、ゴムみたいにつけて、それつけてちゃんと動くまでは使います。だけど限界がありますんで、で少なくなりそうだったら言ってくださいね、また出します。とりあえずは 5cc を3本ね、ご用意しますね。はい、じゃあすいません、じゃああそこで今吸入とお世話をしてますが、でお待ちください、ご用意します。